ところですね、はい、ジャイアンツが優勝するまで立つと。もう坊主どころかもう本当にふんどしで歩きますよ。ご紹介です。私の隣からいつもの通りの黒金博さんです。お隣川崎徹さんです。髪も伸びました糸井重里さんです。さてそれではですね、まずは今年のジャイアンツの野球のキャッチフレーズからいきたいと思うんですが、これはもう藤田監督まで取り上げるようになったというかのスルメ野球、これは一体何なのか、この解説からお願いしたいと思います。糸井さん、どうぞ。特に解説する必要もないような、ね、ものだと思うんですけれども、ね、まあ、8回になっても9回になっても諦めないで観客席にずっといられる野球というふうに考えていただければ良いのではないでしょうか。その観客席も今年オープン戦から入りが悪いですね、巨人は。まあ、だから座りやすいっていうことですね、うん、つまりね、うんうん、お互いに譲り合うっていう考え方をそろそろ観客がやり始めたという。よくわかりました。それでは川崎さん、これは何ですか、キャッチフレーズは。ちょっと難しいんですが、サンチェ野球って言うんです。サンチェ、昔いましたね。いました。イライラしない、くよくよしない、おろおろしない、うん、これはまあ去年の反省でもあるんですけれども、はい、それでは黒金さんのキャッチフレーズは何ですか。見せたくないんですけどね。また、何ですかこれ、ベースボール野球。これどういう意味なんですか。これは非常にシニカルな意味を込めておりまして。シニカルね。結局ね、そのベースボールに、ボールゲームに追いつけ追い越せできましてね、うん、やっぱりその野球っていう日本土着のものから離れられないのを、そろそろその観客もですね、ファンもいわゆるベースボールに見習っていいファンになろうかという、非常に俯瞰的に見たキャッチフレーズ。勝ち負けなんかもういいじゃないかと。勝ち負けいいの。いやいやいや、まあそれはエンターテインメントとしては結構ですが、そこにちょっと重点を置きすぎてね、ヒステリックになってる文化度の低さをね、ちょっと揶揄した。勝ったか負けたでガタガタするんじゃないと、うん、それでね、あと一つ、糸井さんのスルメ野球とっても素敵ですが、その上にね、シリム野球というね、スルメの一個前です、これ。タッチスラリル。さて、それでは川崎さんからちょっと順位予想をお願いできますかね。まあ1位は当然のことなんですよね。去年と上位の2チームが入れ替わったとだけです、うん、私のあれは。で、広島が3位。3位です。4位が太陽、あの強烈な打線を持ってるヤクルトにしても5位止まり、まあ、5位ですね。それほど上位が強いだろうと。で、太陽、広島あたり強いわけですね、うん、阪神はどうして6位なんですか。いや、阪神はまあ、あまり言わない方がいいと思いますけれども、他に場所はないですね、阪神の場合はね。もう落ち着いてますから、こういうのしっくり入ってます。しっくり6位入ってると。6位入ってます。さて、実はですね、私も某スポーツ新聞に予測をセントラルリーグの順位を出したんですが、これが驚くことなんですが、糸井さんと全く同じでございます。糸井さんのセントラルリーグの順位予想をお願いします。ヒュなんですかこの順位予想は。まあ、つまり僕は今年は大人になるっていうことですね。一つは優勝候補とおだてられるほどやっぱり損をしますんで、うん、私は名よりも得を取りたい今年は。で、中日は絶対優勝です、もう決まり。だからみんな主戦級の投手は中日にぶつけるんじゃないかと、はい、で巨人は最下位ですから、
もう相手にしないでいいと思うんです、みんな。今年は巨人最下位なんだから、みんなが相手にすんなってのは、かなりなんか藤田監督と密着してません、糸井さんは。まあ、僕は一応、藤田さんにコーラをおごってもらいましたんで。阪神よりも下っていうのは、ちょっと冒険じゃありません？それはもう、阪神より上になったら、それはそれでよかったなと。中日より上になってしまったら、あ、しまった、予想外れたと、こういう形ですね。まあ、皆さんいろいろ考えてこられるんで本当に苦労するんですが、さて、それでは黒金さんの順位予想いきましょう。僕は子供でした。前に立てられるようになってますね。あ、はいはい。1位が、そんなとこ隙間に来たら困っちゃいます。この前すいません、そこプラスチックが取っちゃって毎年使ってるんで、これはね、子供の時からもう巨人なんですね、これずっと、はい、でこれはもう不動ですから、うん、ここが決まりまして、次阪神が自動的に決まりましてね、でヤクルトはまあ元気があるけれども元気倒れだろう、うん、太陽はもうそのまま倒れるだろう。でも小馬さん今年最後ですからね、かけてますよ小馬さん今年最後で、なんかご子息がね、息子さんがなんか念願の慶応に入られて、あれでエネルギーが全部放出して。家庭の秘密を暴露してまで、そんなことをしてまで勝ちたいわけですね。いや、勝ちたくないです。だから私子供でして、これ糸井さんの予想に僕は従いたいと思いますね、うん、ちなみに優勝決定時点での2位広島と巨人の汗拭いてないで黒金さん、ゲーム差はどんなもんですかね。8つぐらいですよね。ゲーム差8、うん、今季は末広がりっていうことですからね、8で。だからほとんど内容について検討していただかなくて結構ですね。立ち星計算に行きたいんですが、これがですね、まあ非常にまともな線からいきたいと思うんですが、川崎さんがやはり硬いですね、はい、この勝ち星計算本当に大人の計算だと私は思います。今回きちんとした計算なんですね。見ました。今年のジャイアンツ優勝の勝ち星計算、約束勝ち星ってのは何ですか。これは一応もう登録済みという形で、あ、もう印刷しちゃっても構わないみたいな、もうほとんど心配ないだろうという、うん、ところがね、足りないんですよ。去年中日が79で勝ったんですよね、はい、うん、で約、まあ今年79までいくかどうか分かりませんけども、うん、7、8勝足りないだろうと、はい、そこでその下に上乗せ分というのが出てくるんですが、うん、ちょっと加藤が抜けてるんですけども、上乗せ分がこの辺でこれだけ取れるか、7勝から10勝、うん、桑田15勝6敗、6敗です。負け数も入ってるんですか、計算にちゃんと一応入れてます。珍しいですね、桑田去年10勝11敗なのご存知ですね。知ってます。で一昨日の土曜日西武とオープン戦やってノックアウトされたのご存知ですか。もうちゃんと見てました。お待たせしました黒金さん。ねこの勝敗、敗は入ってませんけど、これはまあ微妙に動くんですね、当たり前でね、うん、これそれ以外にね、異様なことを発見しませんか、この並びで。異様なこと、うん、僕は勝ち数が多すぎるっていうことが異様ですけどね。ここに藤田と出ますね。ここにね、藤田と出てますね。不気味でしょ、何か、うん、その不気味なのをね、ちょっと説明したいんです、これをね。これまた出ましたね。セパ両リーグ分裂して、はい、2年、蛇年ですね、うん、巨人が必ず優勝してるんです、過去。怖いでしょ。本当に、これは不気味でしょ。それでカメラさん下をコンバートした年は優勝してるんです。はあ、で今年は大コンバートがあったんですね。すごいですね今年のコンバートは、これも大優勝の前触れです、うん、でさっきの藤田とつながったあの不気味さがこの表に全部現れてるんですね。はい、カメラさんだんだんこれです。中日が優勝した年の翌年巨人が優勝してるんです。はりゃ怖いでしょ。でこれだけでちょっと何だよ。これはね、勝ちを拾ったということです。怖い。これはひょっとしたら巨人優勝するかもしれませんね。他にね、ガとかダとか落ちていいやつあったのにね。どうして勝ちが落ちたんですかね。一つ今僕言わなかったらズルして、うん、中日が優勝した年の翌年1975年ですけど、巨人最下位になってることがあるんです。それを言わないでおこうかなと思ったらこれが落ちたんですね。
これはね、やっぱりこれは何かの暗示でね、暗示というか、恐ろしいことで。というわけで、大変な安心理論でした。それでは糸井さんの勝ち星計算にいきましょう。最下位の巨人なんですけれども、はい、まあ、一応こういうふうになっておりまして、これを見ると、なんとなく納得のいく数字だなっていうことを皆さん理解してくださるんじゃないかなと、うん、思っております。まあ、非常に冷静な、これで最下位っていうのはちょっと信じられないんですけどね。僕82勝でしょ、はい、82勝して最下位だとね、合わないという感じもするんですけどね。まあでも最下位は覚悟してて82勝しちゃったら、まあ知らないうち優勝してたなんてことはあり得るかもしれないですね、なんかね。ただあのお三人ともその牧原桑田がかなり勝たないと、いけないということは間違いないですね。牧原の10勝から17勝っていうのはつまり 70% 増しですからね、去年に、はい。牧原の場合には1対0で負けたりとか、うん、勝負弱いとか悪口言われてますけども、うん、実際にはやっぱり0点に抑えられた打線が悪かったんです、うん、今年はやっぱりもともとジャイアンツにいた選手の打撃力っていうのはオープン戦で散々言われてましたけれども、うん、事実上ちょっと波じゃないと思うんです、うん、つまり抜け目のない打線になりつつある巨人が、はあ、ほう、うん、うん、抜け目のいいない打線になりつつあるというところで、それでは黒金さんから、ベストオーダー、はい、その前にね、まだあるんですか。いやいや、糸井さんの一番最後のあそこもやっぱり藤田だになってますね。これはすごいですね、藤田だ、ね、実はですね、今回やっぱり巨人思いを込めて始まったジャイアンツエイド89。しかし事態は思わぬ展開を見せ始めた。勝ち星予想の表に浮き出た藤田の文字は果たして何を意味するのか。はたまた突然落下した優勝の勝の字の行方は。緊迫の度をさらに増した討論は抜け目のない打線という糸井重里の発言からベストオーダーへ話が移った。さてベストオーダーはこうです、はい、これが抜け目のない打線ですか。3割打った駒田ですね、うん、でやっぱり巨人ですから一番に巨人を出してですね、大きい肩を何を言ったら疑問を脱ぐと大きさでしょうか、で急に篠塚さんというキメの細かい肩を、うん、出して、うん、でまた今年いっぱいというクロマティさんで、おロが5番ですか、はい、原4番は動かない、これは待ち方ないです。吉村さんがいたら吉村さん4番にしたかったですけどね、うん、で原ロと、うん、どんどん原子炉に近いような打線。さてそれでは川崎さんベストオーダーお願いします。おお、中畑切り込み隊長、オーソドックですよこれも、うん、中畑篠塚3番、どうしても僕はね勝呂を使いたかったんですよ、はい、非常にファンなんで、うん、でローも入れたいんですが、はい、ローを入れてしまうと、うん、ファーストに僕岡崎を持ってってますんでね、はい、駒田がはみ出してしまうんですね、うん、で駒田の打力はまあ捨てがたいんで駒田を、外野に持っていくと、うん、どのちょっと守備位置がなくなっちゃって、ちょっとそこがね残念なんですけど、ポイントはどこですかね。ポイントはやはり原ですよ、今年の、うん、4番今年は右にも打てるようになりました、打てるようになりましたしね、うん、だから40本とか、うん、まあ、42、3本打つでしょ、そうですね。駒田が7番に下げてますね、この辺随分違いますね、うん、本当はね、駒田が1番でもいいんですけどね、うん、1番はどうしても僕はやはり景気づけということでね、うん、精神的なあれで中畑に今年はやってほしいんですよね、うん、さてそれじゃあ糸井さんのおっしゃるその穴のない打線、うん、ベストオーダー、男ばっかり、男ばっかりって当たり前ない。岡崎1番、2番中畑、あやっぱり4番原で、4番原は動かないのかな。原は今年は打ちますよ。顔怖いもん、原の顔、はあ、引き取ってるだけじゃないんですか。いやあれはねもう一つのこう武芸の域に達しましたね。中畑2番は欠かせないところ、うん、これはね中畑1番で岡崎2番が順当なラインナップなんですけれども、うん、1番が仮に3割打ってるバッターだとしてもやっぱり3回に1回なんです、うん、ランナーに出るのが、はい、その時にがっかりするな俺がいるっていうところに中畑がいた方が本当の意味での1番バッターになりうるんじゃないかなと、うん、というわけで川崎さんと糸井さんは中畑は重要だとおっしゃってるんですが、このお二人が去年中畑についてどういうふうにおっしゃってたかちょっと VTR でご覧いただきたい。川崎さんと糸井さんには中畑が入っていない。そうですね、もう中畑は入らない構想、いやもう入んなくても十分に戦えるわけですよ。
中畑君が一番怒りやすいんですね、うん、お前ちょっとそれじゃダメじゃないかって言いやすいんで、ちょっと今回は引っ込んでいきます。というわけでお二人とも中畑は打順から外れてたんですよ去年、うん、今年いきなりキーマンになっちゃうわけですか。それがそうです。今年中畑が活躍しなかったら、まあ、最下位も危ないですね、うん、今年は、はい、川崎さん中畑に関する反論は、うん、今年はもうサードでっていうことでね、あの一つステージがもう作られてますから中畑用にね、うん、ですから去年とはもう全然違うと思います。今年の中畑は去年と違うっていう点に関しては黒金さんいかがですか。あの久米さんはあの伊藤さんのおっしゃったキーマンっていうのを何か聞き間違えてらっしゃるんじゃないですか。 KEY のキーマンだと思ってでしょ、うん、キーなキーマンですからね。これは何をするかわからんっていうキーな感じするキーマン、奇岩の木に稲物の井ですね。で今年は怖い、今年の中畑さんは怖い。黒金さん以外はロが抜けてるんですけどね、どうもうまく巨人のコーチ陣は若手を育てられないんじゃないか、ローがいい例であるというふうにいろいろ書かれていますが、この辺に関しては糸井さんはどう思いますか。ロさんについてはやっぱりコーチがいじる前に相手のピッチャーがいじったんですよね。打てないとこ投げるから、うん、でそうするとロさんだってそれは 打ちたいからどうしたらいいだろう、うん、コーチだって打たせたいからどうしたらいいだろうってことを一緒に考えてるわけで、うん、まだ今の力でコーチプラスロの力が相手のえげつない投球に勝っててないんです、うん、川崎さんどうお考えになります、うん、巨人の育て方というのはみんな都市を一つのフランチャイズにしてるんですよ、うん、ジャイアンツは唯一国をフランチャイズにしてるチームなんですよ。だ東京とついてますけども、うん、本当はあれはあの日本なんですよね。ああ、日本読売巨人軍なんですよ、ね、ああ、だからあの12球団の中で唯一あの日本という国をフランチャイズにしているという非常にあの珍しいチームなわけです。ああ、だその分それだけ あの注目度というのは高いわけでね、そこの中でどのああいうあのまだまだ今その改造している最中なんでね、ああそこの最中にいろいろ言われてしまうというのは非常にかわいそうだなと思いますね。黒田さんは何かご意見ありますか。いや、あのロさんはねもう気がついてますよ。それは気がついてますよ、あんなに言うてないんだ。いやいや、そういう意味じゃなく、そういう意味じゃなく、最近そのコーチがいっぱいいじりますね。でもロさんは気がついてて、これはオープン戦とかキャンプの間だけ従おうと、うん、それで野球ゲーム全体が始まりますと、うん、彼は元の態度に戻ってやりますよ。今だけ言うこと聞いてんの。あの目つきはねもう疑心暗鬼というか、もうこいつらの言うことをもう聞いちゃおれんというね。これ優勝するためにはどうしても中日を叩かなきゃいけない。僕は対中日、その中には対西本策というのはかなり今年は重要だと思うんですけど、西本はやっぱり2桁は勝つような気がしてしょうがないんですが、あの皆さん西本今考えてるときに小林のイメージがあると思うんですよね。そうなんですね。ただね、小林が、阪神に行った時のそのなんて言うんでしょうね、ピッチャーのピークって言いますかね、うん、それと年齢と実力と今の西本とではね、比較がやっぱり全然できないと思うんですね、うん、やはり西本はジャイアンツで一応まあある程度能力出し切ったと思うんですよね。黒金さんいかがですか。小林さんはあの飛行場からいきなり変わったんですよね、うん、チームが。ああいう状況で投手陣たちも小林さんに対するその同情がありましたね、うん、でチームとしてもみんなこう盛り上がりがあったんで、今年はその西本さんに関してはね、こう試合前に元気かとかですね、わしらも後から行くからねとかね言ってるうちに、こうだんだんその燃え上がるものがこう沈静化するであろうと、ですからあのもう一人でほっといちゃいかんです西本さんを。であのユニフォームが変わっただけで中身は巨人であるよということを認識させるがためにも、試合前の交流をますます深めてですね、夜は一緒に酒を飲んだり飯を食ったりしてれば、西本さんだって何が何だか分からなくなって半勝ぐらいで止まるんじゃなかろうかと。どうしますか伊藤さん、中日さん。いや、あの中日と西本 そのバランスというのは非常にいいんですね、合ってるんですね、うん、であのもう元々中日の人だったんじゃないかと思うくらい合ってる。そうなんですよ。であれが西本には良くない。西本というのは逆境のピッチャーなんですよ、うん、ガリガリガリっとしたこの追い詰めてくタイプなんですね、うん、で打線の援護はない、抑えなきゃならない、であもう1点取られちゃったおしまいっていうのがジャイアンツにいた時の西本の後半だったんですけども、うん、それが中日に行くとなんか援護あるんじゃないかなって期待して、うん、えげつないシュートが1個減るとかね、うん、そういうふうにその優しい人間になっていっちゃうんじゃないかな。そうすると中日の合いすぎてる水がゆえに、うん、彼は肥満して沈没していくであろうと。
それではですね、最後に皆さん勝ち星予想をもう一度一番先に出していただけますが、まず糸井さんは82勝で、巨人が最下位であるというふうな予想なんですが、開幕投手はどなたに？一応桑田を考えています。私自身は見に行くつもりでいます。桑田ですね、はい、川崎さんは、75勝から78勝で、巨人優勝、開幕投手は、牧原です。おお、桑田じゃない理由は何ですか？牧原にしといた方が後々得だと思いますね。牧原は喜ぶと思います、開幕ピッチャーになったら。そりゃそうでしょうね。桑田よりもっと喜ぶと思います。あ、桑田よりも喜ぶ、だから一番喜ぶ人を開幕ピッチャーにした方がそれがずっと続きますからね。黒金さんは85勝でぶっちぎりの巨人優勝、8ゲーム差をつけて巨人優勝という予想ですが、開幕投手は牧原ですね。これはね、牧原の方がやっぱり相手チーム嫌だと思うんですよ、スピードボールあるしコントロールがないし怖いですからね。だからどんどん内角投げてね、で一試合でも多く投げるがためには開幕から使った方が、これは一つ勝って広島に負けたシーズンありましたですね、一つが非常に寛容ですからね、頭も負けられる。なるほど、これだけ、勝ちを確信しているまず黒金さんからなんですが、今年巨人が優勝できなかった場合には何かお約束は？もうね、これやっと気がついたんですけどね、例年それ聞かれてなんで一方的にそんなこと聞かれなきゃいけないかと思って、これ気がつかなかったこっちも迂闊だったですけどね。そうなんだよな、バレたか。ね、糸井さんに至っちゃ坊主頭でふんどしで走り回ってね、一方的にそれは恐怖政治みたいなもんで、それとんでもないことですよ。3回目にしてようやく気がつきました、やっと気がついた。まずいんだ、それは。計算条件がないと。 ですから久米さんも広島優勝でしょ？いや、僕はそんなこと言ってません。ジャイアンツエイドですから、僕はジャイアンツは優勝しない。あ、じゃあしたら久米さんはどうなる？ジャイアンツが優勝したら。だからそういうね、好感がなあってのこの成立だと思う、僕は。一方的に坊主になったりね。去年それ僕気づいてたんだけどね、知らないうちに約束させられてたの。分かってたんだけどな。じゃあ僕はなんか条件出せばそっちも出すわけですか。はい、それじゃあとりあえず坊主ですね。坊主、そうです。だからね、じゃあこうしましょう。セントラルリーグで巨人が優勝したら僕は坊主、もし日本一になったら、そのまんま徳光さんの番組に出て万歳すると。よく楽しいね、よく楽しい。この条件だけは、よくんじゃそちらも出しますね、私は20何年間生やしてきたひげをまず剃りましょう。それだとちょっとハンディキャップがありますね、坊主になって徳光さんのお出になるんだから。まだ徳光さんが打ったわけじゃないんだけど、分かりませんよ。あれです、じゃあ、ニューステーションへ、何度か呼んでいただけることがあるとしたら、その時額にマジックでバッテンをつけて出ましょう。ひげ剃って額にバッテン、一年中ずっとそうやって出るわけですね。だから1回ぐらいしか出ないよ。じゃあ川崎さんの場合も巨人優勝してるわけですから、何らかので僕はじゃあね、とっさですけどね、じゃあ顔にバッテンをつけてね、 42.195 キロ走りますわ。走る場所もいろいろあるんですけど、どこを走ります？それはもうどこへ走れと言われたところを走ります。あ、じゃあ六本木、赤坂、霞ヶ崎、永田町って。そのどこでももうどこでもやります。糸井さんが最下位予想なんで困っちゃうんですよね。僕はだから優勝チームのポスターを自前で作ります。ですから広島優勝したら広島おめでとうポスターを作ります。立派なやつをちゃんとコピー入れて、力を入れて、印刷も持ちます。でいいじゃないですかね、嬉しい。それでそのチームにプレゼント、はい、で巨人優勝したら、しょうがないから作ってあげなきゃいけないですよね。というわけで約束覚えてらっしゃいますね。久米さんもう大丈夫ですね。巨人優勝するのありえませんので安心して。あ、ちょっと坊主頭って言ったって今でも坊主だって言われてますけど、ちゃんとバリカンで、ちゃんと率をちゃんと決めとかないと。じゃあバリカンで、スルッと丸く同じ。じゃあ昔ながらのツルンツルンのポーズね、はい、そうです。よし、大変なんだから。こちらが指定する美容院で3人で選んだ指定する美容院で。
本当に巨人は優勝する気でいるから可愛いもんですね。それでは今年の巨人の優勝を祈って、どうもありがとうございました。